はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、イレクターパイプで棚を作ろうと思うんですけど、はい、前回の動画でこの両サイドの、あのサイドバーイレクターパイプで作ったんですけど、結構いい感じにできました。はい、いいやつは結構値段が高いので、まあ、安くで済ませるんだったらイレクターパイプはおすすめだと思います。はい、で引き続き、まあ、今日もですね、イレクターパイプで棚を作ろうと思います。はい、でここの後ろのこ の, あの天井部分に棚を作るんですけど、まあ、デッドスペースをうまく利用して、まあ、小物なんかをですね収納できるように作っていこうかなと思います。はい、で今日用意したのはイレクターパイプと、とりあえずその棚の部材は、用意したんですけど、棚の天板っていうか板の部分、荷物を乗せる部分を網かなんかで行こうかっていう話をしてまして、まあ、今のところですね、100均で材料調達しようかなと思ってます。はい、100均でいいんだよね。まあ、100均を見てみてなかったらオートバックスに行こうかな。あ、もうちゃんとした、ね、でももう本当に安くで抑えたいから、100均で揃えてっていう感じがいいのかな。まあ、そこら辺はちょっといろいろ見ながら調べながら、はい、いいのを買ってこようかなと思います。はい、うん、じゃあ早速進めましょうか。はい、はい、今日はですねこちらのパーツを使いたいと思います。うん、まあ、こういう風な感じかな。今ある両サイドのバーにこういう風に取り付けて、あと横の方向をつなげる感じですね。でこれ結構なんかいろいろ調べたら抜けそうで抜けないらしくて。あ、そうなの。うん、もし抜けそうだったら結束バンドで止めようかなと思います。うん、あとイレクターパイプ の1500長さを2本ですね。はい、でこれで作っていこうと思います。はい、でこれがですねこのようにつくんですけど、ちょっと入れてみますね。おお、あ、結構力、あ、でもちゃんと入るんじゃない。うん、だから力入れてもそんな抜けるようなことないわ。取るときはどうだろう。ああ、結構硬いね。うん、しっかり入るわ。いいかも。で、後からここに下の方に突っ張りを入れようと思ってますんで、この後ろがちょっと弱いんですよ、やっぱりね。ここがここが支えになってるんで、長さが結構あるんですよね。40センチぐらいあるかな。あるかもね。あるかもね。プランプランするから支えを入れようと思います。はい。でこの反対側もこんな感じで、いい、これすごくいい。このとこのイレクターパイプってさ、いろんなパーツがあるよね。あるよね。おお、いいね。1420でいこうかな。ちょっと長め。ちょっと長め。1500の長さのを買ったんだよね、それ。そうそう。この間シートベルトを外した時にですね、シートベルトの中の部品が車のなんだろう、この内装と鉄板の間に落ちちゃって、パーツを買ってきて、補修したんですけど。あ、できた、そういえば。うん、できた。おうおう。ほら、ついてるでしょ。うん、ついてるけど、それ聞いてなかったなと思って。うん、やっぱ構造的に知ってないとさ、そういう落ちるかもとかっていうのが分かんないからさ、だよね、難しいよね。取れました。うん、小口はヤスリでちょっとこすってバリを取ります。はい、怪我をしないように。本当はエンドキャップをつけた方がいいんでしょうけど、ちょっとケチって買ってません。もっともったいないもったいない病が始まってね。いや、DIY はお金かかるよ。おお、すごいすごい。この一本でだいぶまた違うよね、雰囲気が。ね、ぽいね。ぽいぽい。ああ、まあ頑丈だけど、ここにやっぱ一本入れないと。でしょう。うん、ぷにょんぷにょんするね。かなりぷにょんぷにょんだ。ちょっと回してみる。で途中でちょっとだけキュッて回して。こう。そっちは、そう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 。で、また回す。
なんか目が回ってきた。そこばっかり見なきゃいいじゃん。ずっと目で追ったら目が回ってきた。よし、怪我しない程度やり直しが入りました、うん、ここはね大事だよ。綺麗にしたじゃん。いや尖ってた。そうだ、うん、まだ手を切るあれじゃ。はい、できました。じゃああとは今日今から買い物に行って、うん、ここの上に載せる材料、うん、100均の網にするのか、もしくはなんかネット上のものにするのか、うん、いろいろちょっと見て、でそれを買ってきて取り付けて、うん、突っ張りまで行ければいいかなと思ってます。まあ、突っ張りとそこの板まで貼れればいいかな、うん、ここもちょっとね、うん、もうしたいよね。今これ仮止めのままだから、そうそう、下地むき出しだし、そうそうそう。はい、じゃあ今買い物から帰ってきたところです。購入したのはイレクターパイプと、うん、メタルジョイント、うん、でイレクターパイプの下に留めるタイプの木に留める受けですね、うん、であとこっちが100均で購入したもので、結束バンドとあとワイヤーネット2枚で、あとフックで、あとバリ取り用に使えたらいいなって思って、ちょっとこれを試しに買ってみました。以上です。はい、そう、上にはめるこのネットなんですけど、うん、オートバックスでちょっと見てみたんですけどね、3800円ぐらいして、うん、高かったね。で、多分フックで留めるタイプだから良かったんですけど、うん、ちょっと金額的に買える金額じゃなかったので、はい、もう一旦はこの100均の商品でつけてみたいと思います。はい、400円で済ませます。はい、なんか取り外しができないのがどうなのかなって私的には思うんだけど。あー、そうね、うん、かっこよくなったね。印象感そんな目立たないんじゃない？うん、目立たない。黒だし、さっき買ったフックをもうかけちゃったりしてもいいし、うん、ね、でこの後そのフックは黒に塗るんですけど、それでは5つフックがあるので塗っていきますね。一旦乾かします。何よりはいいよね。結構暑いね。暑いよ、今日は18度だから。塗り終わって乾きました。はい、出来上がり。ちょっと試しかけてみます。ほら、あーいいね。ほら、かけられます。材料が足りない。何？今これもう1本使い終わったもんね。もう一本いるわ。今ね、本当ね、木材が高いんだって。本当に高い。DIY は今しない方がいいよね。また一番高い時にしてるもん、うちら。とりあえずじゃあ材料が足りる分だけしました。でこれを締めるとこんな感じになります。はい、ちょっと高さが揃ってないけど、でここに横の方に受けを打って、うん、ここにね、うん、ここがこうはまるようにしています、うん、はい。
はい、でこれがこう、こういうふうにここをこう乗っけると、うん、ガチャってもう、うんうん、乗っても動かないみたいな、はい、感じのを作りたいと思います。ここもあの収納できるように作ろうと思ったんですけど、うん、まあでここにマットを引けば多分いらないかなと思ってね、うん、あ、ほらボスかぶってない、大丈夫、うん、大丈夫じゃない。あ、ちょっと斜めになるんだね。そう、いや斜めにしてんの。あ、あえて？そうそう。そうなんだ。うん。まっすぐするとこれが開かなくなっちゃうからさ。うん。なんかあえてこんな感じで斜めにしてます。で、下の受けがさ見えてるこれ。うん。こっちが空いてるでしょ。うん。ね、後ろが空いてるよ。うん。これね、こうなるんじゃないかなって思ってたの。うん。なんか真ん中で。あの自在のさ折れ曲がるのがあるわけ、ジョイント金具が、うん、それをつければあのここでこう折ってまっすぐ持ってこれるんだけどさ、うん、まあこれでいけるんじゃないかなと思ってもう買いませんでした。ああそうなんだ、うん、でもやっぱり結構浮くね、うん、やっぱり曲げた方がいいかな。できましたはい、今ここに使った金具はこのメタルジョイントっていう金具です。まあ本当にここジョイントでここで一旦持ってきてまっすぐ下ろした方が多分使いやすいと思う。あー、ね、そうね、うん、よし、これでおー、一気に車中泊仕様になりましたね。あ、頑丈頑丈、すごくいいよ。頑丈？うん。今日の気温がすごく高くて。あ、暑いね。暑いよね。ハイエースって暑いっていうか、黒って暑いんだね、車ね。うん。すごく暑い。今日はもうカズさんは、作業を進めてもらってるので、一応今今日買ったのはこちらになります。はい、一旦テーブル出来上がりました。運転席側の後部座席の部分は、まあ靴とかをね、ここの下に。ひょいと入れられるようにもうここはベッドを固定する部分だけ作りました。幅は狭いんですけどね、ジュースを置いたりとかするのにはすごくいいと思います。こうね、うん、だいぶ前に購入したゴリラボンドを使いたいと思います、うん、木工用強力接着剤やっぱつくんだろうね、うん、これをこういう風にカチッてやったらここの穴が塞がって空気が入らない、うん、空気に触れると固まるがね、ちょっと持ってて、ここをここの面を横を合わせて、うん、このぐらいでね、ここ指でこうしてて、そうそうそう、で上はこんぐらいね、よいしょ、はい、あ、いいね、ちょっと握りやすくなった、うん、うん、ちょっと硬い、ちょっと硬い、ちょっと硬くなってる、うん、ちょっと硬くなってるかも、よいしょ、
20にはなった。上を合わせればいいんだよね。うん、そっちの横の面合ってる、だいたい。だいたい、もうちょっと、うん、だい合ってる合ってる。お、適当にここ真ん中らへんでもピッてここ外すだけで。うん。簡単だ。あ、簡単。あ、全然、あ、重さも、なんかそんなに重さ感じなくなった。うん。いい、うん、いい、いい。めっちゃ頑丈。これだったら2人ゆっくり寝れるね。うん、補助がない、あ、ないのとあるのとでは全然違うね。うん、こっち乗れんかったもんね。こんな感じ。ちょっと昼寝程度。うん、それだったら縦に寝ればいいんじゃない。横に寝る理由がなんかあるけ。ここ子供たちと寝るとき3人寝れるから。ああ、そういうことね。170センチの俺でここいっぱいいっぱいだから、うん、余裕でしょ、うんうんうん、子供たちだったら。子供たちとだったら3人は私と子供2人で寝れるもんね。うんうん、こっちにでしょ、縦でも、うん、縦でもよ。こっち側にここのシートの上にあの、ね、シートカバーを引いて9ミリベニヤを乗せれれば、うん、ここも寝れるわけよ。うんうん、それはね、今は難しいの。そう、がっつり車中泊は無理なの。うちはまだ一気にお部屋っぽくなってる。今引っ掛けるのいいかな。うん、いい、いい、いいでしょ。うん、乗っけるだけで強くなるっていう。うん、やっぱりホームセンターってよく出るのが置いてあるのかな。どうなのかな。たくさんあったもんね。まあ、結構あったよね。あったけど、各ホームセンターさ、やっぱり見たらさ、うん、なんか同じセットが置いてあるよね。そうなのよ、なのよ。で、自分たちはこれが欲しかったけど、これはなかったのよね。うん、なんかこれはもう自分たちで取り寄せたんですけど、うんうん、あんま端っこにあってもあれですね。うんうん、それくらいがいいかな。OK、はい、できました。それではエレクターパイプは全部終わって、でペットも両方完成しました。はい、もうとりあえず寝れます。うん、これでね。はい、で次回の動画は、うん、今度はここに一応のテーブルをつけていく動画になります。はい、で私はこの引き続き作業にをするんですけど、はい、また次回の動画も楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、このままあのカウンター制作編に入りますので、はい、また次回の動画もよろしくお願いします。はい、お願いします。Take me back to the, take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all about winter or spring or fall.